to North Village!皆さんこんにちは。どうも、DJ 社長です。そして、ノースビレッジの北里洋平です。ということで、本日初のロケが始まりました。おロケです。まあね、ずっとそこのスタジオの絵はもう見飽きたと思います。はい、もう朝から晩までずっと240時間中やっぱ多分220時間ぐらい多分そっちのスタジオなんですよ。なるほど。はい、なのでもうみんな見飽きてると思うんで、あそこのスタジオに多分呼ぶこともできたかもしれないですけど、逆に言うとこうお邪魔して遊びに行くっていうのもありかなと思って、はい、そっちの方がおもろいかなと思って。ありがとうございます。はい、ということで今回渋谷に来ました。見ての通り渋谷ですもんね。どう見ても渋谷ですね。そうですね。僕は気づいた人も多いと思います。はい、ここ渋谷センター街です。はい、でなんで今回ここに来たかと言いますと、はい、これもめっちゃ有名店だから多分みんな知ってると思うな。ノースビレッジ。だって僕普段全然シーザー吸わなかったんですよ、もともと。はいはい。で、なんかいきなりでも流行りだしたじゃないですか、多分。そうですね。7年前にシーシャって、あ、急に来ましたね。あ、僕の周りの悪い友達が全部なんかブクブクやってるのを見て、はい、絶対違法だなと思ってたんですよ、最初は。はい、シーシャ行かねとか言って、はい、あ、絶対合法じゃないなと思ってたんですけど、まあどうやら合法で、まあみんなシーシャ吸ってると思うんだけど。そんな僕でも、はい、僕の友達みんなノースビレッジ行ったんですよ。あ、嬉しい。本当にみんな結構有名って何店舗あるんですか？海外含めて30店舗弱ぐらいですね。30店舗です。はい。なんで多分の C 社好きは多分知ってると思います。で、しかも一回僕行ったことあるんですよ、ノースビレッジ。はいはい。しかも5年前とかですよ。本当にレペゼンができたぐらいの時に C 社行って、でノースビレッジっていうこの名前を見て、絶対に社長さんは北村さんだろうなと思ったんですよ。北里です。そう、ノースビレッジで、あ、北ビレッジだから村だろうなっていうことで北村さんだと思ってたら、それだと安易じゃないですか。安易ですね。里にしておきました。北里さんです。はい、はい、ということで、声聞こえてる、これちなみに結構反響が反響してる。あ、なるほど、声が聞こえてないのね。ということでじゃあ早速入ります。じゃあ、はい、声が聞こえてない、ね、じゃあご案内しますね。入ってきた人は全部モニターに映っちゃいますので、ね、はい、ここで反射かどうかのチェックされます。はい、はい、僕は今のところギリギリ、あ、チェック大丈夫だそうです。ありがとうございます。で、こちらが社長のお部屋。はい、僕の。すごいっすね、これ。すごいっすよね、これマジで。え、これ社長の部屋ですか？あ、いや、トイレです、はい、実はトイレです。はい、たまたま誰もいなかった。こっちだ、社長の部屋こっちだったかな。そうそう、こっちですね。まあ、青いけども、青いからトイレ。トイレ、トイレでした。めちゃくちゃおしゃれです。で、これがですね、はい、これ何なんですか？移動式の DJ ブースなんですよ。これが、この床がここまで下がるんですよ、はい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 、DJ するときは。で、はい、その上にターンテーブルを置けて、はい、で、ここで DJ をするっていうんで、イベントのときはこれを運んで。全然難しいですね。こう来て、この上で DJ ですか？ここまで下がるんですよ。で、ここに乗ってっていう感じですね。DJ ブースがある C 社さんなんてなかなかないですよね。エンジンもついてますん。すっごい。さっき噂でこの始まる前に聞いたんですけど、ちょっとアキラとかっぽいっすよね。ああ、そうですね。意識して作りました。でここバーカウンターがありますね。かわいい。渋谷の人、かわいい。でこちらがですね、はい、VIP ルームになります。はい、はい、はいはいはい。そこの潜水艦みたいな扉を開けてみてもらう。開くんですか？あ、その前に こちらがですね、1940年ぐらいの日本製の三菱工業のバイクを改造して空飛ぶバイクに今変えてるところですね。これ空飛ぶんですか？空飛ぶように今作り変えて、作ってるうちに錆びてきちゃったんですけど。なるほどなるほどなるほど。で、こちらが開ける。すごいな。これ全部手作りなんです。あ、これいいですか？これ扉が手作りなんですよ。だからここナショナルって書いてるじゃないですか、はいはい、これドラム式洗濯機の扉を使ったんですよね。確かにナショナルって合うんじゃねっていう。よう思いつきましたね、こんな。そうなんですよ、これしかないなって。で、これ開けていただくと、はい、音声的に つなぎ直したら聞こえる。何、じゃあどうつなぎ直す。これ音全然聞こえてない感じ。ちょっとコメント読みながらいけない？じゃあみんな枠作り直すってこと？え、ズームで。皆様、ついにこの時間がやってまいりました。 DJ 社長の、自己放送事故コーナーです。どうでしょう、
今音の方は聞こえていますでしょうか。ピッピ様に助けられなければ私今頃、ファンが半分になってましたピッピ様のおかげで、なんとか、8割減まで、保つことができました。聞こえてる、こもってるよ、こもってるだと綺麗に切り替わった、綺麗、綺麗、許さねえぞ、許してくださいよくなりました、OK です。おもう一回あの下りやります、紹介します、紹介した、はい、ということで、多分あのさっき紹介したんですけど何も聞こえなかったと思うんで、あのでも聞こえてたかもしれないんで手短に紹介させてください。全国で30店舗ぐらいですね、はい、C 社をやってるあの北里さんです。ノースビレッジの北里です。はい、実は、もう何年前ですか出会ったの。コロナぐらいの時だから、コロナの時ですね、3年前ぐらいから出会ってて、このノースビレッジっていうあの C 社めちゃくちゃ有名なんですよ。なんで C 社好きは多分みんな知ってると思うんですけど、あのまあノースビレッジわかりますね、ノースビレッジ、そう北里ですということで社長の北里さんです、よろしくお願いします。あー、ということであの C 社吸いながらやっちゃってもいいですか。で新店なんです、はい、渋谷の UD、ノースビレッジ渋谷 UDA、はいリバーシティっていうんで、はいはいはい、UDA リバーシティ宇田川町って宇田川町にあるから UDA リバーシティ、そうです、もうここ渋谷センター街なんですよ、宇田川町なんですよ。めちゃくちゃリッチいとこにドッカーンでっかくこんな C 社やってるってことはもうやっぱめちゃめちゃうまくいってます。いえカツカツですいやでこれちょっとこれ事情を話していこう、なんでここ知り合ったのかみたいな、はい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 、みんなトラックメーカーのデヴィンシーって知ってますか。まあ多分レペゼンを知ってる人は知ってるし、あんまり、うん、ファンじゃなければもしかしたら知らないかもしれないですけど、はい、ゴシゴシっていう曲とか、はいはい、YSP っていう曲とかだったり、もうレペゼンの曲の 6、7割ぐらい作ってるトラックメーカーがいるんですよ、はいはいはい、でも大学の時からの友達で作ってって言って、はい、そのデヴィンシーがある日3年前ぐらいですかね、はい、なんか社長の本もらったんですけどって連絡してきたんですよ。ほう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 、しかも人伝いで、はいはいはい、でこれ社長に渡してほしいって言われてるんですけど、はい、受け取れますかって言われたんですよ、はいはい、で写真が送られてきたんですよ、はい、でえ俺本出した記憶ないのに、はいはい、なぜこんな俺の本が出回ってるんだと思ったら、はい、いやサンプルで作ってるんだと。もしかしてこれですか、はい、そうこれ多分見たことある人おらんよね、だってどこにも並んでないけこれで俺これそれデヴィンシーから連絡もらった時、はい、デヴィンシーは全然会えてなかったんですよタイミング的に、はいはい、多分コロナかなんかいろんなことあって別に曲も作ってるタイミングじゃなかったんで、はいはい、で写真だけ見て何それってなって、はい、まあ、受け取りたい受け取りたいって言ったまま受け取れないまんまだったんですよね。ああそういうことだったんですね。そうで渋谷のノースビレッジ の, あの別の店舗でぶわ、はいはい、ーこう試写してる時にこう来ていただいて、はいはい、でこれ渡されてデヴィンシーが言ってたやつと思ってあそういう経緯だったんですね。そうでこれすごいやん、こんな分厚いやん、これだって多分みんな本当見たことないと思っちゃうけど、これ見ていろんな大人にめっちゃ言われた現実を見ろ鏡を見ろみたいな。でこれ僕デヴィンシーが写真送られてきた時、はい、サンプルだと思ったんです、イメージの、はい、はいはいはい、と思ったらこれみんなびっくりするよ、これこれね中身全部作られてるのよ、すごくないこれ。1、社長になると決めた日、これすごいよね、こんな分厚い本全部作ってる。しかもこれ40分動画を本にしただけかなと思ったんですよ逆に、はい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 、と思いきやこれ読んだ、それもらったじゃないですか、はいはい、その後読んだらこれもういろんな YouTube が引っ張ってるんですよねめっちゃ引っ張りましたねこれもうすごいんだってこれ、これいやでそれで衝撃で、あああの時のみたいな時から、はい、そういう経緯だったんですね。そうなんでこれそっからだからコロナになる時ですよね。そうなんです、あのコロナの時に、はい、結構あの渋谷がゴーストタウンみたいになってて、はい、お店も営業できないとか、はい、で30店舗とかあると結構食らうじゃないですか。はいはいはい、確かに。で今何ができるってなった時に、はい、じゃあ今できることをやろうってなって、はい、でじゃあうちもともとベースが出版社なので、はい、でじゃあ誰の本を出したいだろうって、で DJ 社長の出したいってなって、じゃあ会えるか分かんないけど、はい、まあ会える未来を想定して会えた時にまあどんなシチュエーションで会えるか分かんないじゃないですか、はいはいはい、道端でばったりとか、はいはいはい、で企画書パッと渡しても、はい、まあそんなのもらい慣れちゃってて、はいはい、何の感動もないかなと思って、はい、じゃあもう
出せる出せない分かんないけど、はい、会える前提でいつか会える前提で、はい、会ったたまたま会った時にパッと渡した時によりロマンチックになるためにはと思って、はい、その本一冊ちゃんと作ろうって言って、はい、そしたら結構分厚くなってすごいっすよこれ。そうなんですよ。で全く本読まない僕でもスラスラ読めたっすもん。でも企画書よりも分かりやすくないですか、はい、いやいやこんなのもらって嬉しくない人いないでしょ。めちゃくちゃ嬉しかったっすよ。ああ本当ですか、はい、嬉しい、うん、それはもうこう仲良くしてくださいみたいなこと言ってそこらあれっすよね。だっていろんな人の本出しますよね。あそうなんですよ。うち、はい、ちょうど最近出たのがあれちょっと待ってください。消えたとか書いてある。これ大丈夫？音聞こえてる？ノイズ聞こえないよ。聞き取りやすい。聞こえてる。大丈夫です。あ、よかった。聞いてるみたいです。はい。ちょうど12月の15日に、はい、ガクトさんの、はい、あの新刊でガクトのドス黒いメンタリズムっていうのを発売。ガクトさんともう友達みたいな感じですか？あ、そうなんです。もううちで3冊出していて、はい、はいはいはい。で今回結構ぶちかましてガクトの 黒すぎる手口っていうんであの、はいはい、でまあ、ぴったりですよね。そうなんですよ。逆に黒すぎる手口って言ってこう、まあ、ある意味開き直ってそうですね、こう俺こうやってるぜって言える人ってもうなかなかいないですからね、はい、みんな綺麗に綺麗にやっていくんですよ。だから本文でも僕は限りなく黒に近いグレーだって本人は言ってるんですけど、でその新刊が最近発売になって今、はい、初日に4万部突破っていう形で。すごい。そうなんですよ、まあ、こういう本とか、これ僕結局ガクトさん人を伝えなんかうちの千葉にゃんっていうトラックメーカーとか会ってたりとかするんですけど、はい、僕会えたことないんですよ結局。あそうなんですか。で紹介してほしいんですよ今日、はい、ちょうどガクトさんに、はい、携帯でね話をしてた時に、はい、明日社長と会うんですよって話をしたら、はい、あのあじゃあ差し入れを渡してほしいって言われて、はい、このガクトさんから、はい、で、はい、この新刊の本とこのハッピーラっていうこれはねエグザイルのウサさんが作ってるあのメキシコで作ってるあのアガベ 100% のめっちゃ美味しいテキーラなんですけど、人生で1回だけどっかで見たことあります。マジっすか。これあれダンスホールのあれになってて、はい、でこれをガクトさんから社長に渡しといてほしいって言われたんで、はい、とりあえずピッタピタに冷やしておきました。さすがにあのガクトさんからもらったものは、まあ、飲む飲まないは本人に お任せしますって言ってんですか。グラス来ましたね。あもうそういう黒い手口ですね。黒い手口です、ね、これは黒い手口だ。なるほど。そうなんですよ。別にこれあのガクトさんが出してるテキーラとか何でもなく本当にただの差し入れですね。差し入れなんですよ。差し入れ出しといてって言われて、まあ確かにガクトさんと僕何が共通点かっていうとテキーラ。そうですよね。そうですよね。世の中であのテキーラを瓶ごとグワッて全部飲める人って、はいはい、まあ、なかなか少ないと思うんですよ。少ないですよね、はい。まあ、飲めたとしても救急車に運ばれちゃいますから。そうですよ、ね、物理的に飲めても、はいはい、そうなんですよ。僕 YouTube でバズった動画あれ GACKT さんの真似して撮ったんですよ。ああじゃあ GACKT さんのおかげで今があると言っても、はい、過言ではありません。じゃあ飲まないわけにはいかないですよね。まああのこれ GACKT さん見てるんですかね。見てると思いますし、あの、はい、見てもらいましょう。GACKT さんありがとうございます。でも本当に会いたいんですよ。あ本当ですか。じゃあ今どこにいるんですか、ガクトさん。僕ねあのマレーシアでご近所さんなんですよ。もう3軒先とかで。えそんな近いんですか。だマレーシアにいる時はほぼ毎日一緒に食事してるんですよ。えマレーシアマジ行ってみたいんですよ。行ったことない。来てください来てください、はい、いやなんでかって、はい、マレーシアってみんなインドネシアの芸能とか見てるんですよ。マレーシアって、はいはい、そうですねそうですね。インドネシア語とマレーシア語ってめっちゃ似てるんですよ。似てますね。だからマレーシア語僕分かるんですよ。はいはいはい、はい、前六本木でキャバクラ行った時、はい、マレーシア人がついて、はいはい、日本買ったことだったんですよ。はいはい、で僕はインドネシア語喋れるよって言ってインドネシア語喋ったらもうあーみたいな感じで謎の空間生まれてました。あのキャバクラでインドネシア語でマレーシア人と日本人が喋るっていう喋ってたんですよ、はい、異様な空間ですね。異様な空間でした。いや多いなこれもうガチな時や240時間耐久の時には結構響きますよね。マジでそれ。まあでも皆さん、まあ、たまには楽しんでがっつり行きたいと思うんで、はい、ありがとうございます。いただきますガクトさん。あでも飲みやすいですよ。そうなんですよ。でライムの代わりにシーシャを吸うっていうのがうちでの。なるほどなるほど、いいっすね。コメントもぜひあのバンバン読みながらやっていくんでコメントしてくれ、ね、見てるよ。でもノイズばっかり書いてある。大丈夫かな、声が聞こえない。本当に、いや声は聞こえんだけどノイズが、はい、これどうしよう。
こんなノイズの中喋りたいことも喋れないですよね。でも声は聞こえてるっぽいですよね。けどやっぱノイズがあるとストレスかけますよね。すいません本当に申し訳ないです。スタッフ、いや今後ろでいっぱいみんながうわどうしようどうやったらノイズになるんだろうとやってるんで、はい、お待ちください。あの聞こえてるみたいですよ。ガチ聞こえん。どうもレペゼの DJ 社長です。やっぱり C 社を吸うならノースビレッジでしょう。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.